新型コロナ対策を検討する政府の分科会は、ワクチンが実用化された場合、医療従事者や高齢者などに優先的に接種するという政府の案を了承しました。分科会は新型コロナのワクチン接種について、感染リスクの高い医療従事者をはじめ、 重症化するリスクの高い高齢者や基礎疾患がある人などに優先的に行うとした政府案を了承しました。一方で、救急隊員や高齢者施設で働く人、妊婦を含めるかどうかは引き続き検討を続けます。また、最新の感染状況については、予断を許さない状況ではあるものの、全国での感染拡大は、 1 7月末にピークに達したという可能性を指摘し一部の地域では新規感染者数が緩やかに減少し始めているとの見解を示しました。